1920年のワールドシリーズ1920年のワールドシリーズは1920年10月5日から10月12日まで行われたメジャーリーグのワールドシリーズである。第17回ワールドシリーズ。アメリカンリーグは初出場のクリーブランド・インディアンスとナショナルリーグは5年ぶり。 出場のブルックリン・ロビンスとのどちらが勝っても、初優勝となる対戦となった。結果は5勝2敗で、クリーブランド・インディアンスが初優勝。表中の R は得点、H は安打、E は、失策を示す。日付は、現地時間。勝ち、スタン・コベレスキュ敗、ルーブ・マーカード・本類が、CLE なし、BRO なし、観客動員数23,759人。 マサル、バーリー・グライムス杯、ジム・バグビー本類が、CLE なし BRO なし観客動員数22,559人、マサル、シェリー・スミス杯、レイ・コールドエル本類が、CLE なし BRO なし観客動員数25,088人、マサル、スタン・コベレスキュ杯、レオン・カドア本類が、BRO なし CLE なし観客動員数25,734人、マサル、 ジムバグビー杯、バーリー・グライムス本類だ。BRO なし CLE、ジムバグビーエルマー・スミス観客動員数26,884人、マサル、ダスター・メールズ杯、シェリー・スミス本類だ。BRO なし CLE なし観客動員数27,194人、マサル、スタン・コベレスキー杯、バーリー・グライムス本類だ。 BRO なし CLE なし観客動員数27,525人。ありがとうございます。